どうもビーレジェンド柿谷です。はい、ビーレジェンド上野です。はい、ということでですね、また今回もちょっとね、上野くんといろいろこうお話をしていきたいなと思うんですけどもね、ちょっとね、先日何だったかな、確かテレビだったと思うんだけど、はい、見てた時に、はい、もうよく聞くことですよ、このトレーニングとかマッチョ関係で、はい、いや、このなんか見せ金がみたいなね、こと言われてる絵があって、はい、でまあ、よく聞くから、うん、まあ最初ね、トレーニング始めたすぐの時とかだったら、そういうの見たら結構反応してて、いやいやいや違うだろうとか思ったりしたんだけど、もう最近あんまり反応もしなくなっちゃって、うん、あ、なんかあーはーほうほうみたいな感じだったんだけど、うん、はい、なんか改めて、はい、思ったんだけど、それどう思います？どう思う？ちょっとざっくりした聞き方ですけど。まあそうですね、まあ、別にいい悪いはないと思うんだけど、うん、確かにまあ見せ金でしょとか言われたり、うんうん、実際は、まあ、ある意味見せ金だぜぐらいの感じだけどね、まあ、ですがっていうところではあるんですけど、あと、うん、まあよく言われるのでは使える筋肉が使えない筋肉っていうのね、そうそうよく言うね、いうのはあるんですけど、うんうん、まあそれに対して、やっぱり思うところが昔はないこともなかったんですけど、うんうんうん、まあ今だとやっぱりそこまであんまりその気にもならないかなですよね、要はなってくるよね、いや、まあまあまあ別にどっちでもいいですけどみたいな。そうですね、分かる人分かりゃいいし、分かんない人は別に分かんなくていいしみたいな。じゃあ逆に使える筋肉って何ですかっていう話を、うん、なるほど、結構逆に聞いてみると、うん、例えばスポーツとかで動けたりとかする筋肉っていう風なことの回答を返ってくる場合があるんですけど、うんうん、まあ、それに関してもこちらから言わせれば、例えばサッカーをしている方がサッカーに対してこう使える動かせる筋肉、うんうん、まあ、それは分かるんですけど、うんうん、まあ、こちらから言わせていただくと、うん、サッカーでしか使えない筋肉っていう風になるからね、うんうん、で、まあ、同じ野球もしかり、うんうん、まあ、他の競技もしかり、まあ、その辺の人と比べると、うん、当然どの競技をさせても一流の体ができてる人はやっぱりレベルは高いだろうけど、うん、それでもやっぱりその一流の人同士で比べると使えるところは発達していないっていう理屈になるだろうしね。うん、そうですね、まあ、なので、まあ、鍛えてまあ、正直その見せ筋みたいなところで言うと、うん、やっぱり見栄えのいい筋肉を優先的に鍛えてるっていう自覚はあった上で、結構ボディービルダーさんだったり、うん、フィジークだったりの選手はやってると思いますし、うん、もうそもそもそういうところ目指してますよっていうところは実際あったりはしますけどね、うんうん、まだまだでもそのやっぱり世間では筋肉がこう大きくついてる人に対して、やっぱりそれだから見た目だけで、見た目ほど動けなかったり使えなかったりっていうイメージはまだ根強くついてるのかなと思うんです、うん、実際まあそれ以外の、まあ、実際がっちり鍛えてバルクアップしてるような人でも、うん、だからそれ以外の競技を並行してやってる場合、うんうんうん、まあ、そっちの競技に使える筋肉も一緒には作られてはいくと思うので、うんうん、結局そのやってる競技に特化した体になっていきますよというのが一つなので、うんうん、ボディメイクに特化したらそれは他のスポーツでは使えないですし、うんうん、それはまた他の競技もまた一緒ですしというところは一つ言えるのかな、うんうん、だよね。なんかそのあたりがやっぱりどうしても、まあ、よく言われるのはやっぱりそのスポーツで使えるか使えないかっていうのがあると思うし、あともう一つは筋出力の話も出ますよね。なんか見せ筋だから実は力ないんでしょみたいな、うん、なんかそういうことも言われることないですか？そうですね、もうそこも、まあ、おっしゃる通りで、言ってしまえばそのジムでも本当はそのボディメイクをメインでやってる人は、うん、なるべく軽い重量で効かせれた方がいいわけで、うんうん、まあ、重い重量を持つとそれだけ怪我のリスクもあるし、うん、軽ければ軽いほどそれでオールアウトができればそっちの方がいいので、むしろその力がないというのは逆に効いてしまいやすいとは思うので、うん、そっちの方が結構ボディメイクに向いてるのかなというのは一つ言えるかなと、うん、まあ、筋出力の問題もあるしね。結局なんか何キロかける何回上げたかとか、うん、どれだけの距離を動かしたかとかっていうところ、その筋疲労であったり、うん、その筋瞬発力であったり、そういうところのこう兼ね合いもこう掛け算でなってくるから、なかなか一概に力があるとかないとか言えないですしね、うん、そうですね、うん、まあ、なので、まあ、そこに単純に筋肉の断面積がこう筋出力に直結してくることを考えれば、体筋量が大きい人の方がパワーがあるっていうのは理屈としてはそのはずなんだけどね。まあそうですね、だけどその体の使い方っていうのが
ボディメイクしてる人って結局非効率な体の使い方をすることでより効果的に筋肥大を目指してるところがあるから、だからそういった意味ではこう運動連鎖は逆に悪くすればするほど効かせやすいトレーニングになるから、うん、そこはまあ逆転してるかもしれないよね。そうですね。だからそのボディメイクと競技のやっぱ一番違いっていうのは、うん、競技はいかに疲労をためないかだと思うんですよ、うんうん、で、逆にボディメイク系だといかに疲労をさせるかっていうところなので、うんうんうん、根本が結構違ってきたりはするので、うん、やっぱりそこが多分両方できるとかなりこの器用で、うん、いろんな面にも対応はできると思うんですけど、うんうん、より特化というふうに考えれば、うんうん、まあどちらかに、まあ、ご自身がやってる競技によって、うんうん、そういう疲労をためない、うん、効率的に体を使うのか、うん、疲労をためやすい非効率に体を使うのかっていうのは、うん、ちょっとそれに向かったトレーニングを、うん、実践していただくのが、まあ、いいのではないかなと思います。だからその使える使えないの定義も難しいしね。なんか一般的にそのなんだろう、アスリートとかスポーツで使えるのが使えるみたいにやっぱ思われがちだけど、まあ、結局のとこみんなそれを思ってるのかなっていうのもあるし、例えばこう火事場のバカ力じゃないけど、なんていうのかな、本当にね、エマージェンシーな時にね、こう人間としてのパフォーマンスを発揮するっていうことが使える筋肉だとすればみたいなところもあるかもしれないし、でもそれも例えば危ないっていう何かを、例えば子供がね、まあそんなことそんな普通ないんだけど、子供が跳ねられそうになってるとこね、道路にバーッとこう飛び込んで助けに行くとかね、ああいう動きと、例えば地震があってね、荷物が何か崩れてきてね、それをなんとかこうこじ開けてね、回避しようとするっていうのでも、もうそもそもが全然違うじゃないですか、はい、だからそこでこの瞬発系とか、瞬発的なスピードと瞬発的な筋力とパワーと、あとはその持久力もあるだろうし、例えば家族を背負って20キロ先まで歩いて、避難するとかね、だからそんなことを考えるとどれをもって使えるって、だから総合的に全部良ければ使えるっていうのはそれは理屈は通るんだろうけど、じゃあこっちの部分でめちゃくちゃ長けてて非常にバランスが良くてぼちぼちの人と、一部でめちゃくちゃ長けてる人だったら、じゃあどっちが優越あるのかっていうところもなんか難しかったりするしね。そうですね。実際その使える筋肉を目指すにあたって、うん、今みたいにエマージェンシーの話になるとするならば、うん、一番そのエマージェンシーな場合に対応できる人って、うん、普段からそのエマージェンに対しての想定した訓練してる人、ね、だから結局消防士とかそういう風になるのね。あ、まあ、そうですね。自衛隊とかね。そう、うん、だからまあ使える筋肉って何をもってっていう、うん、使えるとは何ぞやみたいなところもあるから、ね、そこもね、人によってやっぱり定義が違うからね、まあ、正直ね、うん、飲み屋とか行ってね、うんうん、体大きいでチヤホヤされるってだけで十分使えてんのかなあ、そういう使い方もねそうあるあるあるかな。リスペクトありきで考えて使えるって考えれば確かにそうだね。まあそうです、はい、使えてます、ね、はい、っていうのもあるので、いやそれは結構あるよね。だけどどれが一番使えるっていうと、それが一番使えてるのかもしれないね。まあスポーツしてる人はちょっと別かもしれないけどね。そうですね、だけどスポーツしてる人はやっぱそのスポーツに特化した筋肉だし、やっぱりそのスポーツをすることでまず一つは筋量アップするだろうし、でその必要以上の筋量は必要なかったりするしね。そうですね。可動域を狭くしたり、あるいはこう体の柔軟性が欠けちゃったりする可能性も出てくるから、まあ、一概にね、いい、あればあるだけいいとも限らないね。そうですね。うん、必要なところはあるだけあるのであれば、他の足りないところを鍛えるとか、そういうこともやっぱり必要になってくるでしょうしね。うん、そうですね。種目によって、よくなんか野球なんかでも筋トレやるとダメになるとかいう話もよく昔あったじゃないですか。あ、はい、あれなんかでも、例えばある選手がね、ベンチプレスやってて、そこから打撃が悪くなったとかって言っていう話もあったと思うんですけど、あれもいろんな考え方があると思うんですよね。うん、単純に筋トレに意識が行き過ぎて打撃練習しなくなれば当然悪くなる可能性って出てくるだろうし、うん、確かに筋量アップしすぎて大胸筋が鍛えられすぎて、例えば腕の、そうだな、例えばバッティングで言えばテイクバックするときに大胸筋が大きくなりすぎるとどうしても突っかえるからテイクバックの幅が小さくなるじゃないですか、うん、でフォローも当然小さくなると思うんですよね。多少めちゃくちゃ肥大化すればそう考えるとそれが影響出るっていう可能性も出るだろうから、確かにそれは あるないで言うとあるかもしれないけど、でも筋トレがダイレクトにというよりも
適切な筋トレをしなかったことが問題だと思うんだよね、うん、なんかそのあたりが結構ね誤解を生むのがなんか残念だなと思うんですよね。そうですね、まあ結構そのプロの選手の話って、うんうん、かなりその体のバランスとかもすごくこう、うん、なんていうんですかね、あの非常にバランスが崩れやすいというか、うんうん、すごくまあ維持というか、まあ、そのパフォーマンスを 100% 発揮するために、まあ、いろんな要素が重なってその要素がちょっとでも欠ければ、うん、あのそこのパフォーマンスを崩してしまうっていうことが多分あると思うんですが、うんうんうん、まあ、逆にそのアマチュアだったりジュニアの世代で、うん、その辺って多分まだまだその領域には行ってないと思うんです、うん、そうですね、うん、なので、そういう場合例えばアマチュアやジュニアの選手でパフォーマンスを上げていくにあたって、うん、筋トレをやりすぎてパフォーマンスを下がったっていうケースは正直あんまりないんじゃないかな、うん、むしろ足りてないからちょっとや、うん、あの野球のその、まあうん、アジリティとかを鍛えるような練習もそうですし、そういうフィジカルを鍛える練習も、うん、うん、しっかりやっていいのかなとは、まあ、学生に関しては確実に筋トレやってフィジカル強めた方がいいよね。怪我のリスクも減るし、あの持久力や筋出力も上がるから、あのまあ、確実にやった方がパフォーマンス上がるだろうね。そうですね、うん、あとはもう種目何にしてもね、そうですね、もうあとその関節とか筋とかの怪我だけ気をつけてた上でやるにあたっては全然いいのかなとは思いますね、うん、まあ、まあね、しゃかり気にベンチプレスやりすぎて例えば手首故障して、ね、まあ、手首使うような、まあ、なんだろうな、テニスとかだったらもうすごくリストワークも使うし、あのダメージも大きいので、まあ、そういう人がね極端にベンチプレスなんか目覚めちゃって、よしなんか100キロいくぜって150キロいくぜとかってやって痛めてたらね、まあ、何のこっちゃ分かんないですけど、うん、そうですね、まあ、大体でも競技において、まあ、ベンチプレス含め、うん、胸が胸を優先的に鍛えなきゃいけない種目って意外と少なくて、うん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 、それならもう下半身のスクワットだったり、うん、背中のデッドリフトをやった方がいいのかなみたいな、確かにね、あるにはあるんですけど、うん、あとはもう小さい筋肉ですよね。なんかリストワークするからって言ってこうリストカールか、リストカールやるとかね、うん、あとなんだろうな、まあその辺で、ね、なんかチューブトレーニングとかね、うん、ローテーターカフとかね、うん、なんかああいうところを鍛えるっていうのはまあ一ついいんじゃないかな、うん、まあ、格闘技の選手だとね首鍛えてみたりとかね、だからその辺のちっちゃい筋肉はその競技の特性に応じてデザインするのがいいのかなとは思いますね、うん、まあそろそろですかね。いいですか。ミセキンっていうところでの、うん、そうか、まとめましょうか、うん、じゃあね。そうなんですけど、うん、まあミセキンはまああるにはあります。そう。ミセキンね。そう、うん、まあ。ビルダーとかフィジック選手とかは完全にミセキンだもんね。あのと言い方によってはね、見せるための筋肉だからね。うん、だから見せるだけの筋肉なのか、見せるための筋肉なのかって考えると。うん、見せるための筋肉だったら、まあ、ビルダーとか全員見せ筋だもん ね、 そうですね。だけど見せるだけの筋肉かっていうと、そんじょそこらの人よりもはるかにパワーあるからね、うん、ですね。で、うん、実際その見せる筋肉っていう話があって、使える使えないでいうと、まあ、少なくともそういう競技出てる人においては、うん、大会で勝つっていう点だったりでもう十分使えてる筋肉だと思うので、それはそれで使えてる、うん、まあでまあ、いろいろ何をもって使えるかっていうところですけど、うん、スポーツは運動連鎖も関係してくるからね、うんうん、まあ、なのでその使える使えない、見た目だけでこの人の筋肉は使えませんねっていうのは、うん、あまり良くない、あまり賢く見られないと思います、はい、なるほどね、はい、なんか一面物事の、まあ、このトレーニングとか体ボディメイクとか筋肉だけじゃなくていろんなことの一側面しか見れない人だと思われてしまう可能性が高まるってことね。そうですね。なるほど、うん、そういうこともあると思うので、うん、確かに確かに、うん、まあ、言わない方が賢明かなとは思います、まあ、マッチョにそれ言うと確実にそう見られますよね、うん、ああこの人はその一面しか見ないんだってなんか寂しいなみたいに思われちゃうそうですね、うん、なるほど、まあ、マッチョじゃなくてもねトレーニーにはそう思われるでしょう。まあ、はい、一つ言えるのはやっぱり結局自分がなりたいような体だったり、うん、パフォーマンスを発揮する
体になれば、まあ、それで完結だと思うので、うん、まあ、それは人からどう言われようとというか、そうね、自分がそれになってどうかっていうところなので、うん、まあ、何を言われても、うん、まあ、気にもしないし、うん、でだからといって人の体をどうこう言うのもまた違うと思いますので、うん、まあ、それが一つ今回のまとめになるかなと思います。はいはい、僕もそれ見せ金だろって言われるぐらい大きくなりたいと思います。ということで、では今週はこれで、終わりにしたいと思います。動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、またね、ちょっと上野くんとのトークもそうですし、なんか上野くんにもね、ちょっとこれから YouTube どんどん出てもらおうと思ってますので、まあトレーニング動画ね最近出てくれてるんですけれども、なんか上野くんにこんな動画いいよっていうのがあればコメント欄にいただければねと思います。なんかこんなのしたいとかあるの？こんなのしたいですか？そうですね、何がしたいかで言うと、うん、そうですね、大食いとかしたいです。大食いしたいな。マジ巨大丸々食ってみたとか。あ、そう、いいじゃん。はい、それやったらいいですか？お、いいよ。いいですか？うん、ケーキで出してあげる。あ、本当ですか？おうおう、大阪で何件かね、あげてるんすよ。そこあれだよ、はい、チャレンジして食ったらなんだっけ、タダになるとかそういうところで、あ、そういう感じ。チャレンジメニューですよ。え、違うの？あ、全然、でももう最悪もう経費じゃなくてももう持っていきますなるほど。そうか、何があんのかな、どこがあるの。まあまあいいか、まあ、またこれはまたね、おいおい話するということで、ぜひですね、コメント欄に上の動画希望なんかもあれば書いていただけ、大食いやるって言ってるからやるみたいですね。はい、まあ、またそれもね取れればと思います。ということで、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。